はい、こんにちは、よしこでございます。では今日は油淋鶏豆腐サラダを作っていきます。材料はこちら。油淋鶏とか言って鶏一切入ってないっていうね。これは強敵だな。はい、ではまずキャベツなんですけれども、普通に千切りにしていきます。はい、こんな感じで千切りしました。はい、では豆腐なんですけれども、一回ちょっと水切ります。で、豆腐はね、こういう風にね、小分けにされたタイプを使った方が後で計算しやすいです。まあ、だいたい 0.5 センチ幅ぐらいでいいです。こうやって切っていきます。もうこの中でで、取り出したらもうそのまま並べていきましょう。はい、適当に並べました。はっ、はい、じゃあボウル用意していただいて、タレを作っていきます。まずニンニクを 5g、 よいしょ。で、次は生姜ですね。おろし生姜もだいたい 5g ほどあればいいかなと。で、醤油を大さじ1で、酢ですね、まあ、大さじ1で、パルスイート、これも大さじ1で、ごま油ですね、大さじ2分の1ぐらいにしときます。で、次はこの長ネギのパックに入っているもう切られてるやつ、ドバッと割と多めに入れて 20g かな。これくるみです。くるみは砕いて 2,3 粒ぐらい入れたらいいです。大きさまちまちなのでだいたい 2,3 粒です。あとはこれを混ぜていくだけです。今回は脂質を取っていこうかなと思う、そういうメニューです。豆腐もね、ある程度脂質入ってますし、で、ごま油やくるみでさらにいい脂質を取っていきます。じゃあこんな感じでできたら、あとは上からかけていくだけ。あとは適当に糸唐辛子とか輪切り唐辛子などなどをちょこっとだけ乗せます。はい、これで完成です。では食べていきます。はい、お分かりなさい、いただきます。はい、その前にね、はい、アルコールですね。たまには飲まないと。ちなみに僕トレーニングオフの日に飲んでます。基本的にはね、トレーニング後にも飲んだりしますけど、基本的にはね。じゃあいただきます。うまっ、めちゃくちゃうまいっす。油淋鶏のタレってめちゃくちゃ美味しいですよね。腹いっぱいになってきた、意外と。完食です。ごちそうさまでした、美味しかったでございます。はい、いかがでしたか。今日はこんな感じで油淋鶏豆腐サラダ作ってきました。いやー、油淋鶏のタレってめちゃくちゃ美味しいです。またちょっと歯の間にキャベツ挟まってるんですけれども、いやー、さっきの1パックでもね、ちょっとカロリー多いなっていう方もいらっしゃると思うので、あれを半分の量にして、それで食べていただいてもいいかなと思います。で、脂質もしっかりと取って、程よく脂質を取っていきましょう。では以上となります。次回お会いしましょう。バイバイ。